あ、いた。早っ。多分無重力っていう概念もないし、無重力を経験したことない人がいるから、ふわーってなってるのを見て、なんでって言ってる、普通に立ってった。なるほどね、立ってるんだよこれ。そうそうそう。こんにちは、七代家の七代です。くまこです。というわけで本日はくまこのカテラ霊界通信、そんな感じでやってまいりましたけども、はいはい、まあね、ちょっと初見の方に向けて説明しますと、くまこのカジュアル霊界通信という企画は、こちらにいるくまこさん、ポップにカジュアルに幽霊が見えてしまうという方なんですけども、そのくまこさんが見てきた霊の世界、ね、はい、幽霊ってこんな感じだよっていうような話をね、視聴者の皆さんからいただいた質問を七代がくまこさんにちょっと聞いてみましょうという、はい、まあ、そんな感じの企画でございます、はい、というわけでございましてね、毎回必ずね、何かしらの質問を用意して、うん、来るんですけども、うん、本日はですね、まあ、質問というか、ちょっとテーマがございまして、うん、ちょっとね、コメントであったのが、幽霊って宇宙とか行けないの？っていうのがあったんですよ。まあ、それはまあ純粋な質問なんですけど、うんうん、ふと思ったわけですよ。宇宙に行ってる人いますよね。あ、何人かいらっしゃいますよね。ここ最近ちょっと話題になった人で言うと、はい、前澤社長いますよね。前澤社長が YouTube 上で国際宇宙ステーションですね、はいはい、あの ISS っていうかな、はいはい、そこでの生活の模様とかを YouTube で配信されてたんですよ、うんうん、でふと思ったわけです。さっきの幽霊って宇宙に行けるの、それは多分空飛んで行けるのって意味だと思うんだけど、うんうん、宇宙ステーション内に幽霊いたりするのかなと、あ、ふと思ったので、今日は答えてもらうっていうか、多分見たことないと思うから、そもそも、うんうん、前澤さんの動画を見ていただいて、一緒に見ながら、ここにいるよとか、全くいなかったよとかっていうのをちょっと検証していこうと思います。おあれ初めてじゃない、そういうの動画見ながらって言われてみれば初めてですか ね、ちょっとまあ脱線するんですけど、まあ、コメントとかではいわゆる心霊系のね、うんうん、これお化け映ってるって言われてるんですけど、くまこさんどう見えますかとかあるんですけど、うん、それはね、あんまりやりたくないっていう、うんうん、っていうのはくまこさん怖がりで、あんまり初見のものをあんま見たくないっていうのがあるんですけど、その驚々しい感じとか雰囲気とかがなければ、うん、前田さんとかはさ、うん、もうめちゃめちゃ、ね、明るい気持ちで、うん、宇宙に来たよって言ってやってるわけじゃないですか、うん、そういう動画内だったら別に映ったのものを見てもそんなにって感じ。そうそう、あれですよね、うん、私が普段バラエティ番組を見てる中で映っちゃったものを喋ってるような感覚でいいんですよね。そう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 、普段、ね、映画とかドラマとか見てても映っちゃっててそれちょっと邪魔だなとか困ってるっていうのがあったので、それをここいるわとかっていうのと同じ感覚で、今回前田さんの動画動画見ていただくっていう、はい、早速ですけど、はい、やっていきましょう、はい、はい、まずいるかどうか、はい、見ていただこうと思います。じゃあスタート。緊張するな。これ本当に宇宙行ったんだね。あ、いた。はい、早っ。普通にいた。ごめん、開始まだ8秒なんですけど、うん、早っ。オルデ、いるの？オルデ。え、今これ前田さんのどこにいるの？これ。まあここ、まあ、隣隣のなんかこのバッテンみたいな、バッテンみたいなところで、なんかなってるところあたりに、めっちゃキョロキョロしてるね。自分で分かってて宇宙来たわけじゃない？多分ね、状況を分かってない方だと思うんですよね。あ、そうなんや。うん。日本人？いや違うと思う。違うんだ。じゃあこれもしかすると外国のクルーがいるかもしれないし、かもしれないし、いないんだったら多分前澤さんないし、他のカメラマンの方とか日本人の方にその外国の方がついている可能性もある。ついてる可能性がある、ね、でもめっちゃ怖い怖いみたいな感じの顔してるから。え、ちなみに何系、あの黄色人種、あ、黄色、あ、白色系ですね。白人さん系らしいです、ね、はいはいはい、めっちゃキョロキョロしてますね。とりあえずちょっと続き見ていくんですけど、はい、もうじゃあこのところはもうずっと映ってるわけですね。映ってますね、いますね。思いっきり映ってるってことですね。あ、新しいの。え、まず横から出てきた。あ、この方日本人ですね。めちゃくちゃいるじゃん。で、うん、全然分かってないですね、ここがどこなのか。あ、そうなんや。じゃあもう前澤さんの両サイドにいた。いた。すごっ。え、では人口多くない？人口、霊光、霊光、なんだ、うん、何ここ、何ここって顔してますね。なんか思ったよりいっぱいいてびっくりしたんだけど、2人しかいないけど今のところ、まさかいると思ってなかったからちょっとびっくりしたんですけど、この人の後ろにいますね、うん、あ、本当、うん、
で、この人も、うん、この人の後ろについてる人も、はい、分かってないです、きっと。ここがどこなのか。いわゆるこれ前澤さんとか他のクルーの方についてきちゃって、どこここってなってる人たちがいっぱいいると。今一応3体いましたけど、うん、困ってましたね、みんなね。あ、そうなんだ、みんな困り顔で、うん、何何っていう。はあ、なんかかわいそうになってきちゃった。あ、まあ相変わらずさっきの人たちだな。あ、そうなんだ、変わんないな。じゃさっきの3人が居続けてる、居続けてて、うん、もうずっと頭抱えてる、かわいそう。もうここどこってなってる。この彼らがさ、ヒロシともし同じだったらですけど、うん、まあ、うちのねヒロシさんっていうあの幽霊のレギュラーの方いるんですけど、そのヒロシさんと同じだったら多分その壁とかを抜けるのって怖いわけじゃん、うん、これもしもでも彼らがちょっと恐れ知らずで、うん、幽霊だけど国際宇宙ステーションの壁をスルー抜けて無重力空間にふわー行くこともできるのかなと思ったら、いやできるけどさ、勇気いるでしょ、うん、だって想像ができないじゃん、放り出された時も、うん、どうする、なんか出た瞬間消し炭みたいにカサーみたいなさ。マジでこれが成仏ですって言われたらちょっと過激すぎるね。じゃあもうめっちゃ映ってるってことなんだね。映ってはいるね。でもなんかあれだね、宇宙にいるっていうよりかはその人の後ろについてる、ついてきて国際宇宙ステーションまで来てしまって、うん、頭を抱えてると、うん、あーなるほどね。やっぱこうやって見ててもさっきの3人以外は、以外はいないね、映ってない。あ、じゃあ3人なんや。多分クルーの人の後ろについてるのかな。なるほどね。乗ってる方々の後ろに合計で3人の見えない人たちがついてると。ついてると。あ、こういう外にあるシーンとかには、うん、僕は見えない。あ、宇宙ステーションの外側には見えなかった。見えないってことですね、うん、宇宙空間には幽霊いないから実質宇宙に幽霊っているんですか、うん、宇宙に行けるんですかっていうコメントに対しては、幽霊が自発的に宇宙空間で遊泳とかはできない、うん、できない、うん、できないっていうか、まあ見たことない、見たことない。今のところいない。前澤さんの動画を見る限りだと宇宙飛行士ないし宇宙に行ってる人の後ろについてる人がたまたまロケットでドーンって行って、何ここどこ、かわいそう、かわいそう。多分宇宙興味ないんだろうなって思うのが、あの伝わってくるというか、なんかもうちょっとみんな困ってんなっていう印象ですね、これは。なるほど、かわいそうに。いや、わかりました、うん、ありがとうございます。で、あのふと思ったんですけど、はい、今回前澤さんのね、うん、動画を出したんですけど、うん、過去にも、まあ、宇宙飛行士の方でやっぱりこう宇宙に行かれて、うん、でそれを YouTube とかもしくはテレビとかで発信されてる方って多分いたと思うんですけど、他のもちょっと見てみたいなと。あ、もしかすると前澤さんないしそのクルーの方の中に非常に霊を引きつけるというか、後ろに抱えてる人がいらっしゃって出てるだけかもしれないので、うん、他のパターン見てみたいなと。って思った時に、日本人でね、宇宙飛行士で宇宙から発信をしましたで、直近でちょっと有名な人だと野口さんいますよね、宇宙飛行士の野口さん、はい、その野口さんの動画もちょっと見てみようかなと思います。はい、はい、どうぞ。いますね。あの静止画の段階でもう出てるじゃん。え、どこら辺にいますか。ここにいますね。野口さんから見て左後ろですね、はい、にいて、はい、困ってます、この方も。やっぱり困ってます。僕から見て野口さんよりすげえでけえ声で、ここどこですかって聞いてらっしゃるんですよ。ああ、じゃあ野口さんの説明あんま入ってきてない、入ってきてないですね、私。だからすっごく集中して野口さんの説明聞くんですけど、穏やかに喋りすぎてすごく負けてます、はいはい、なるほどね。野口さんもっと声張ってほしいです。張ってほしいですね。うん、うるさい。結論としては、うん、うるさいだそうです。くまこさんは結局映像の中でも結構幽霊が見えてしまって、うん、もしくまこさんが宇宙好きでこの動画もし見てたとしたら、うん、楽しみにしてるわけじゃないですか、うん、野口さんのトークとか、うん、前田さんの話とか、うん、わーと思ってんだけど聞こえないとなってくるわけよね、うん、でそれが割とストレスだよ、ストレスだよね。もし宇宙好きだったらやばかったね。そうだね。なんかでも一つ気になったのが、宇宙飛行士とかね、前田さんとかがいるわけじゃないですか、無重力空間になると生きてる人たちはふわーって浮くじゃないですか、で無重力ですとかってやってるわけですね、遊泳中ですとかって言って、幽霊たちはなんか変化あるの。なかった。何もないの。何もなかった。だから多分無重力っていう概念もないし、無重力を経験したことない人がいるから、ふわーってなってるのを見てなんでって言ってる、普通に立ってった。なるほどね、立ってるんだよこれ。そうそうそう、もう本当合成画にしか見えなくて、自分からそれはもうなんか、そうか、
逆転が起こったんですね、うん、生きてる人間の方がふわふわ漂ってて、うん、死んでる人間たちの方がスッて立っててどうしようどうしようってなってるってことか。何それ、おもろっめっちゃおもろ。はい、はい、というわけでございましてね、今回はその前澤社長と野口さんのね、宇宙に行った時の国際宇宙ステーション内での動画を見て、そこに幽霊が映ってるのかを確認したんですけど、結果的には映ってたと、うん、ただしコメント欄とかでよくいただいてた幽霊ってもう飛びまくって宇宙まで行けるのっていう質問に対しては、宇宙空間で幽霊が漂ってるとことかは見たことがな い、 ない実際いなかったので、そう考えると幽霊っていうのは自力で宇宙に行って漂ったりとかそれは難しそうと。ただしどうやら前澤さんとか野口さんとかの後ろについていってしまった幽霊がたまたまどこここっていう状態で国際宇宙ステーション内にいるっていうことが分かったというか、はい、どうやらそうらしい、まあ、いましたねっていう、うん、自分もびっくりしましたけど、うん、いるんやってなった。そうそう、あ、いつだって思って開始8秒でいるって言い出したらちょっとびっくりしたけど、まあそんな感じでございまして、はい、はい、というわけでございまして、今回の動画面白いと思った方はいいねボタンお願いします。そして、ご感想等はコメント欄にいただけたらと思います。あとチャンネル登録まだの方は今回を機にチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それじゃあまたね。